僕はまだ心理一転ね、初心に戻って YouTube 頑張りたいですね、うん、何度初心に戻れるかみたいなのがあると思う。終わりがないから。最近 V6 がね解散して思ったんです。25年間活動しとって25年っていう果てしない年月、俺らが時を過ごしたとしたらどうなるやろと思ったり。25年、けど YouTube 歴まだ7年とか8年があと4倍ぐらいなんで、やばっ、全然まだ始まったばっかなんじゃないか。第一章っすよ。 V6 なんで、しかも俺なんて別に V6 のファンではないものの V6 さんと好きやし、嫌いなやつおらへんと思う、あのグループ、うん、確かにそもそもで学校行こうと思ったから思い出に残っとるというか、知っとる曲も何曲もあるしな。そう考えたら25年すごいなと思って、もし自分が25年続けたらどんな景色が見えるんやろなっていうのを思った。あとやっぱ YouTube やっとって、俺も全盛期みたいなのがあったと思うけど、波に乗っとる今一番日本で来てる YouTube 大事ですかってのが光るっていう時期が俺は多分つながりがあったと思うけど、自分にそういう時期っていろんな YouTube あると思う。この時代はこの YouTuber が撮っとるようなみたいな。でも結局10年後生き残っとるやつが一番強いんじゃないか。だから毎年常に上らへんにおる人間がすごいんじゃないかって思うようになってきとって、やっぱりだからほんま防衛戦だよなっていう、ずっと確かに長谷川穂積ならなあかんだなっていう思ってますね、マジで。ブームを乗り越えた後ってこと、ね、そうずっと最前線、あの光るってずっとおるよなみたいな、だからトレンドとかに左右されへんとか、あれずっとなんか気になる存在としておるよなっていうのを目指したいなっていう。5年後俺35歳やった時も若い人がいっぱい出てきそうと思うけど、今も全くおらへんわ、出てくると思う、うん、TikTok とかいろんなところが、はいはい、でもやっぱ光るっていう存在おるよなみたいな、そうならなあかんだなっていうのを思いました。 V6 の僕らまだっていう MV があるんですよ。2ヶ月ぐらい前出た、今250万再生されてるんですけど、そこで V6 が今相撲取ってるんですよ、砂浜で。 V6 のメンバー同士、もう命と48歳ぐらいで、そうなの、長野君とか信じられへんけど、うん、やばくない、こんな年だよ。めっちゃ3歳砂浜でスノボを取ったの見て、48なんてこんなことして、25年後に俺が25年後 YouTube 続けたらあと18年とか、うん、だから48歳だから、ほんまにちょうどね、だから V6 のデビューした時と同じタイミングで俺YouTube デビューしたわけ。そう考えたらやばくないですか、スタートの年齢ちょっと。俺48歳まで YouTube 続けた時に MV 撮ったらすごいエモいんだよ、相撲。確かに48歳で相撲、そう48歳版の金持ち YouTuber に、まあ、えぐいでしょ、えぐいこれその体験みたいですけどね、うん、どんぐらい金持ってるのかって3が YouTuber で、ちゃんと柴田さんその時も気をつけるんですよね、はい、柴田さんの時も67歳拾い切れないですよね、物申したんか、何逆に60歳で物申したんか、すごいけど、若い人に対して自分たちがそこまで25年続けるってすごいやん、うん、やっぱりすごい、一つのことをそれだけ続けるってすごいなって思う。若すぎて、まあ、リアルタイムで言っとったら今すごいやつがすごいんやけど、10年間20年間ずっとすごいやつが一番すごいやん。一郎ってそこはやばってやばい、結局だからプロ野球でも一瞬だけめっちゃバンってメジャーで生活してる人っておるやんけど、うん、あんだけずっと長期間成功した人っておらへん、だからってみんなレジェンドとして憧れるし、そういうそんななかなかなって思う。YouTube 時代がまだ若いじゃないですか。だって7年とか8年で、まあ、光くんも大御所になってるから、こっからどうなるかも YouTube 時代はまだ謎っすもんね。タモさんみたいに当てるかもしれないですよね M ステみたいな、 M ステみたいな可能性ありますから、ね、いや M ステ本当の大御所になっちゃってるみたいな YouTube における分からんけど、でも自分としてはそういうポジションに、ね、ずっと居続けようかなって。